スタジオで8ビートとかの練習をしてた時に気になってたことがあるんですけど、メトロノーム BPM どれぐらいがいいですか？時間あっという間だったのでメトロノーム鳴らせなくてあーってなりました。まあ別にね、メトロノームを何でしょう、使っても使わなくても正直どっちでもいいというか、なので、ね、スタジオで8ビート例えばなんかこうズッツッタツズッツッタツやって、まあ、普通に8ビートこうノリノリでいけたら、まあ、全然それはそれでいいと思いますし、で、メトロノームをね、使うときのイメージとしてはなんですけど、どっちかというとこう、メトロノームが鳴ってるものに、こう、合わせに行くっていうよりかは、まあ、特にその、ね、バンド演奏とかしたときっていうのは、基本的になんかその、みんなでこう、一つの音を作っていくような感じなので、だから、その、基準のものに合わせていくっていうような感覚よりも、なんかメトロノームがこっちに合わせてきてくれてるような感じというか、メトロノームとね、ドラムがこうセッションするようなね、なんかそんなイメージで叩けれるといいので、だから、例えば、メトロノーム流してみると、1、2、3、4、1、2、3、4、まあ、4が僕のドラムに合わせて言ってくれてるような感覚というか、なんかそんな感覚で叩けれると、メトロノームもなんかそんなにね、こう嫌な相手ではなくなってくるんじゃないかなと思うので、なんかこうアンサンブルのこう曲の一個としてメトロノームっていう曲みたいな感じで練習をしてもらってもいいかなと思います。